はい、ではね、今週も始まりました M リーグから学ぶ河村と学ぶ麻雀ということで、はい、本日の講師は私河村がお送りしていきます。では、本日も誰やねんで2試合目からやっていきます。はい、ちょっとね、条件があるチームが、アベマズとファイトクラブは条件戦があるということで、その2チームを外してなるべくね、やっています。はい、このチームの人は普通に見れるということでね、やっていきましょう。はい、とにかく親でドラガー南、はい、シャーキル、うん、まあまあ、渡辺さんじゃないな、渡辺さん本田さんではないね。はい、まあ一応ターツ不足してるんで、999もね、8とか7引いたらターツになる。まあ8のペンチャンはあんまりいらないけど、7引いたらカンチャンとかなるし、まあ親だしね、妻良ければ面前もあるし、ドラ重なったら嬉しいから、まあこの一打だけで、まあとりあえず渡辺さんではない。はい、本田さんはもうお亡くなりになってるんで、はい、セミファイナルはね、パーマンないでしょこいつマジ。はい、パーマン引いても冷静に9ピンか9層切る。下手だな、女流か、誰これ、誰やねんマジこれ、親だろってか、普通にまっすぐ言ってくれもん。ああ、はい、はい、ウーピン行った。まあこの人は急走切る、ローピン行った。ちょっと1通見えてきた、シャー切る。ああ、9ピンか、1通は見ない。うん、ああごめんごめん、これはいいよ別に、1通はそんな見えない、見なくていいよ。はい、シャー切る。あ、トンが2枚切るか、まあトンかシャー切る、9ピン切る。うん、つもいいね。まあ、一ピンかトンか切る。これは残すの。三ピン引いたら、絶対この人一ピン切ると思ったわ。まあ一応トイメンには無筋だしな。ただ違うんだね。これは一ピン残すんだ。うん。はいはい。うん。まあ、こっから、あ、次。ウーピン引いた。うん、まあ別にこれはどっちでもいいピン。この人はいいピン切るか。はい、いいと思います。うん。じゃあ、おい！これは別にいいピン来たってなんとも怒らんけどな、俺これな。いいピン来て3ピン引いたってな、ギャンウーピン、サブロッソ、イスマのイシャンってなるしね。まあもちろん3ピン引いた時のヘッドレスの方が格段に広いけど、別にいいピン来たってそんな恨めないしな。うん、まあまあまあ。やっぱな、これ、難を引いた時の破壊力でかすぎてな、メンピンドラさん。ハネマンとか見えるしな、普通にな。積もったらハネマンか。とりあえず、渡辺さんじゃないよ。誰やねん、これ。もう、これはだから逆にEピンだな。まあ、E ピン、絶対Eピンってわけじゃないけど、もちろん、リーチ入ってEピン切り、Eピンより難のが切りづらいから。でも、これはマジか。これ難から切るんだな。はい。何ポンされた？なんちゃに何ポンされた？はい。で、チュンテラしか怖いな、これな。うん。一応、これは。まあ、とりあえず、いいピン切って。うん？まあ、一応、いいシャンテン取れるけどな。いいピン切っても、2ピン下茶取ってないし、3層か、これ。シャンテン取るか、これ。1245とかいうクソ二度受けだけど、取ってもいいな。下茶が怖すぎるもんな。打ち出す際がなんか全部嫌だもんね。で、なんか、上下が E ピン早いし、もう3ピン引いた時だけマックスで即り打てるようにするのもありだな。ありだな、これ。3層と E ピンむずいな。3層と E ピンむずいな。うん、まあ、ただまあまあまあ、E ピン切る人のが多いんちゃう？タンヤオも結構見えてるしな。はい。どっちでしょうか。おい、3層ね。いや、別にこれ悪くないと思う。うん。なんか、あんま何も考えずにね、Eピンって切っちゃいそうだけどね。いいんちゃう？シャンテン取っても。これはいいと思う。ひもちゃんドラポンあっても、やっぱな、ローソーなどにチュンって出しとかがね、嫌すぎるんで、もうダイレクトでテンパった時は行くみたいな。まあ、ローピン引いたって別にいいしね。3ピンだけって言ったけど、ローピン引いて、リーチ、イペーコ、ドライチでも、十分勝負手なんで、もうテンパった時行く。3層切る。うん、これは別にいいと思う。はい、チュン切る。
3万通った。まあ、M リーグとはいえ、さすがにリャンソーは大丈夫として、リャンソーで、3万か。いや、まあまあまあ、現物なんだけどね。まあ、下茶のこの顔でリャンソーはまあさすがにないと思うんで、3万だと一応チーされるみたいなのあるんで、まあ、ちょっとリャンソーにしたいです、これは。はい。やっぱこれもう3万下茶にチーされちゃうともう終わりなんで。はい。まあ現物とはいえ、まあ俺は引っ張ります。はい。はい、リアンスを切りたかった。で、3万は何事もなかった。リアンスを切る。おい。普通に行くな。なんか、わけわかんねえな、この麻雀。1巡目から9番とかがなんかコンパクトに打ってさ、まあ守備型麻雀だけど、ここに来て普通の無筋ぶっ通していくんだな。リアンソーと9万じゃ安全度が全然違うよな。まあちょっと、誰や俺。二階堂姉妹で、二階堂姉妹さん、え、あさみさん。とか、なんか、あと誰かいたかな？なんか、セミファイナルだからね、そんな下手な人残ってないんだよな、いいほどな。二階堂姉妹、あさみさん。あといるかな誰か。候補。いや、ちょっと、あんま出てこないな。まあ、ちょっと一応、ちょっとそんな感じで。二階堂姉妹か、あさみさんで。はい。はい、9万切った。リャンマン凝った。うん。いいピン切る。スーソーツモ。ツモギル。どう？強烈すぎる。はい。嘘を切って、リーチする。あ、リアンソね。うん、まあ、まあ、リアンソでも。うん。はい。うん、まあまあまあ。すごい手順だったな。第一だから。え、まあ、リーチしたのはよかったね。うん、まあ、これはいいか。ダマにはしなかった。まあ、誰もダマにしないか、これは。ダマだから誰々さんとか、リーチだから誰々さんとかないか。全員、リーチか。さすがにこれ黙ってりゃ弱すぎだもんな。うん、これよかったよかった。ちゃんとリーチよかった。うん、上がった。はい、次。おーい、いいね。はい、何、9ピンと切っていく。うん、いいな。うん、良すぎだろ、これ。はい、ここで一応いいシャンテン。うん、いいピン切る。はい。2、3、4、5、6、7、8。うん。まあ、両ピン。切る。あ、数ピンから切る。うん、まあまあまあ、とりあえず両ピンか数ピン切る。はい。はい、なんか面白い数じゃない？1層層、チー層、プラス6球層みたいなね。なんか。あ、違う違う、5つもないの、テンパラも。6球数だけか。で、特別泣く牌は、とりあえず、老僧だけはさすがに泣くか。老僧の 5% は泣く。サブローマンからは、まあ、泣かなくてもいい。他の牌、鎮逸行くために泣くとかもないかな。老僧だけでいいかな。はい、老僧だけ泣くで。ローソーだけ泣くで。うん。はい。こんで、さらに、リャンウッソー受けとか、増えていく。おい、テンパっていく。なあ、これ。ドラパーソー。ちょっと一つ一つ見ていくか。まずまあ、3層切ったら、6球層。で、メンピンドラドラ。
カーソーのドラは多分ないよね。あんのかな、あるか。まあ、あんのかな、ちょっと、うん、順番見ていくわ。はい。まあ、パーソンドラキルと、メンタンピン、ドラ、確定か。メンタンピンで高めにペイコドラ1か。ああ。で、ノーチャンスか。で、下茶にも泣かれない。そうか。パーソーでメンタンピンドラ1なのか、これ。メンタンピンドラ1のリアンソーでいいのか。パーソー切って。それしかないのか。まあ、下茶がまあでも本一っぽい川だけどな。うん。あ、どっちなんだろうこれ。6球層がすごいいいもんね。シーソー4枚見えてる。パーソー2枚見えてる。6球層にするのか。どうなんすかね、街の良さね。まあ、ただやっぱ麻雀ってね、本一に見えてても絶対本一じゃないんでね。やっぱ俺は一応ちょっともう、下茶に万が一でもターツが残ってたら嫌だから、まあ一応パーソンにしようかな。そうしようかな。まあ、ちょっと一応俺はそっちにしようかな。まあ難しいね。だから多分、これもだから、まあいいや、まあいいや。まあ、まあ、三層来ても、どっち来ても親回ると。で、三層来た場合は、メンタンピン、ドラドラ、もあるもんね。だまあまあでも、どっちみちイーペーコーのイーハンだもんな。タイヤのイーハン、イーペーコーのイーハン。まあまあいいや。はい、ちょっと。まあとりあえず、まあ、6級層取りたいって人も多そうだね。ちょっと今、コメントちょっとちらっと見るか。はい、レクター選手。三層切りそう。あ、みんな三層多いんだ。うん、まあ確かに街がすごい良さそうな方を狙うのか。はい。はい、じゃあ、そんな感じでいこう。はい。この人は？あ、三層か。はい。で、六球層ね。はい。まあそうっすね。神茶のパーソー切りもね、やっぱ球層めっちゃいいって思うんでね。はい。はい、じゃあまあいいか。出上がっていく。はい、親マン出上が、もうこんな点数になるやん。この点数になっちゃうと見づらくなるな。どうやって打ってもいいしね。まあまあまあ。とりあえずまだトン1だから普通に打ってほしいけど。はい。とりあえず、ペイ切る。はい、まあ見ていきましょう。まあもう5万5000点超えたトンパチで。はい、シャー切る。シュンから。うん、まあ。はい、シャア切る。9万切る。はい、なんちゃが何のポン。まあ、ペンちゃん切る。あ、これストレートに数層か。下茶がちょっと本一みたいな川だけど、ストレート数層。なんかでもヒントになるな、これ。この人の打ち方だから、やっぱよくわからんな。見えてこないね、どう打つかね。ストレート数層なんだね。で、下茶に数層泣かれていく。リアンスを切んの、これ。ローマンズ、まあ、ここでペンちゃんか。まあ。まあ、まあ、ここでチートイーシャンってなった。リチャ行った。うん、テンパった。まあ、俺はって言われたらもう、チーピングリリーチ絶対するけど、まあ、M リーガーはせんよな。パーピングリオリ？リアンピンとか。M リーガーはリアンピンパーピン来ておりか。あ、チーピン切りダマか。うん。そうだね。まあまあまあ、チーピンも大丈夫か。
うん。まあまあまあ。がっつり、まあ俺は行くかな。はい。もう、装填だけで、リーチします。で、ここで初いておりか。はーい。で終わった。まあ、一応手配見とこうか。三層九層。サブローマン。ウッパーワンスーマン。はい。自分一人の点で、俺流れて、ペイチャドラパーワン。イーマンキル。ナンキル。初から、うん。まあまあ、こういう感じね。うん。いや、貝から切っていくと。うん。でも、ションパイだしね。うん。まあ、例えば、ナンが一枚切れでね。初がションパイだったら、まあ、初のションパイ嫌だよな、とか言って、ナンも結局ションパイだからね。あんま意味ないと思います。なんで。はい。逆だったら、まあ、守備型。なるけどな。別に自分厄介重なってもまあ、嬉しいんでね。これは何キル？はい、で、何ちゃに何ポンされた。うん、手配は整っていく。単野を見えてきた。チーマン3層を泣いて単野をみたいな。おー、9万。おもろいな。まあ、こっからまあ、単野の方でもう、縦受けのイーシャンテンはいらないと。はい。数万九万引いたイーシャンテンはなんなくなっちゃうけど、まあまあそれはいらないということで、タンヤオの方行った。で、イーシャンテンになった。9ピン止めてゆく。9ピン止めてゆく。9ピンから切ります。9ピンから切りたい。はい。はい、リーチャー行った。おえりか。9ピン切る。ポンテン取らずね。はいはい。まあね。待ちも悪いし。はい、現物も少ないし。はい。いいと思います。缶入った。チー入った。はい、まあいいかな。はい。はい、トン三曲、シャー、チャ、ドラガ、パワー。うん。はい、リアンピン9万、とりあえず切っていく。まあ、これはどうしようもないね。はい。初々でベタ折り。はい、なんちゃドラパーソー。はい、9ピン切る。シャー切る。急走切る。ドラパーソーだから残すんかな。知らんけど。ああ、切る。こういうのは切るんだ。うん。はい、ペー切る。E ピンから。うん。まあ、なんか、安牌1枚っていうのが強いのか、この人な。さっきから。安牌1枚もっと来たいっていう、信者の人ね。安牌1枚強の信者の人ね。そういうことか。その式めっちゃ強いな。確かになんかヒントになりそうだけど、俺があんまりそれで見てないからな。誰かいたっけ？日向さんとか？誰だっけ？アンパイ1枚持ってきたいみたいに打ってく人。誰がいたんだろう？なんか俺があんまちょっと、浮かばないんだけどさ。まあ、いますよね。アンパイ1枚持ってきたいって人はね。はい。はい、じゃあ、ちょっとね、だれてきたんで、ちょっと装着していきます。はい、まあ、これもやっぱちょっとね、5万点超えちゃってるんでね、この人もだから、それもあって、やっぱ、安牌1枚っていう意識が強くなってるかもしんないからね。それがわかんないんだけど。あれ？
なんでこれ切れてんだ。Bluetooth のペアリングなんで切れてんだろう。はい、じゃあ行きます。はい、で、この人は、E ピン切りました。はい。まあ、E ピンもね、まあ、もちろん E 数値 E ピン二度受けにはなってんだけどね。まあ、ここで切るかって言われたら、まあ、切らなくてもいいんじゃないのってなるわな。はい。で、この人は切っていく。はい。E マン引いた。ペイ切る。うん。ジャンカン両面でいいんじゃない？もう赤ウピンで。うん。うん。トイメンリーチ受けた。まあ、52,300 点あるからね。まあ、M リーグだと、まあ、先切りもあるし。まあ、3万切らずに、とりあえずはリアンスを切る。うん、リアンスを切る。ここで、まあ、白引いて、1枚切れの白で、はい、降りていく。はい。はい、難入親でドラガー社。厄介統一。うん、まあ、無事5万点台で難入迎えた。はい、とりあえず難キル。イソキル。イソで。はい、イソ。理由は省略。もうシャア切っちゃってええんちゃうかな、これ。俺はシャア切りたい。もうドラあんま引っ張って自己りたくないんで、俺はシャアから切る。うん、これいいんちゃう。ツーワンツも、うんね、マンズが3、4、5、6連続系逃していく。あ、イーソー切る。何しようこれ。でもイーソーでも。うん。まあ、ちょっと3万切ったからね。なんだろうね。まあ、まっすぐの、リーノミとかのイーシャンテはいらないってことか。一通を見てんのかな、かなりな。はい。まあ、ちょっともう5万点あるんだよね。ちょっとあんまもう絶対報酬しないみたいなテーマになってるかもしれんから。はい、なんか両面できた。これでなんか4、5、6イーシャンテになったんだ。じゃあ、チーソー切んのかな、この人。チーピンか。チーピンね。シーソーからな、どういう意味見てんだろうな。別に3層引いたら数ピン来て両面でもいいしね。まあまあまあ、シーソーから、まあまあいいのか。まあまあいいというか、まあ、とりあえず仕頃をめっちゃ見てく。で、想像を横伸ばしも見るってことね。はい。おもろいな。3層2枚切れ。終わりだな、もう。結構なんかまっすぐ行ってたらいいじゃんってなってそうだけどね、これね。マンズが3、4、5、6、7。ピンズ6、7だから。これ、リャンウパーマン、ウッパーピンの3面リャン面のイーシャンってなってるのかな。で、なおかつ、ゴロチになってんのかな。どうなんだろうね。はーい。ま、ここでイーソー切ったんだ。まあ、ちょっとトイメンの国士みたいな感じケアなのかな。まあ、いいや。ウーマン引いた。ウーマン引いてもサブローマン振りても好きにしてくれもん。わからん俺も。あ、ただまあ3層2枚切れだから、これはあれか。リアン層、チーソーか。チーソーから切るか、この人。チーソーから切るじゃんね。あ、違うんだ。とにかく安全牌を持っていくわけではないのか。まあリアン層の方が当然安全度は高いけど、まだ普通に。リアン層切った。エリシャ入った。うん、安牌は数万、ウーマン、ウーマン、チーマン、ローピン。いっぱいあるか。はい。もう、抜くんじゃないかな。はい。うん、はい、抜いており、はい。何曲、ペーチャドラローワン。ちょっと待って。5万点あるとか言ってるけど、もしかして近い人いる？トイメンと3万何千差。下茶と3万何千差。上茶とは神茶と何点差これ。ちょっと待って、これ見えちゃう。3万4千差。誰もいないか、近い人。はい。下が平たいんかな。はい。じゃあ行きます。はい、まあ曲流しすればね、もう。
トップ。はい、スースーツも。まあ、俺はスースー切りますけど、何切るんですかね。おもろいね、これね。俺はスースー切ります。はい。イーマンか。まあ、イーマンが多いのかな。はい。パースを引いたスースー切る。あ、ペンちゃんか。この曲はかなり、やめ意識で、普通に行くんか。はい。まあ。チューン2枚目するか。まあ、チューン2枚目スルーしたんで、もう降りかな。下茶のリーチとか絶対振らないように、もうこっから抜いて降りで。スーソー。もうこんなスーソー持っても意味ねえぞ、これ。うん。チューン2枚目スルーしたんだろ。上がれない、上がれない。スーソー来てコンパクトにした方がいい、これ。下茶の、なるべく下茶に安全牌貯めていかないと、リーチ入ったら手詰まる、これ。手詰まりになるぞ。もう数層で、これ。もうこんなん9万って、もう上がれない、上がれない、これ。もう、ローワン、数層、適当に。何しやん、これ。逆の発想か。いや、こう、いいピンとき来て危ねえぞ、これ。むしろ下茶に泣かれづらいの来てんのかな、絞って。まあ、下茶が泣いてね、面前崩れるのはそれはそれでいいから、あんまこれ下茶に絞る意識、いや、そんだったらもうチーソーでもいいしな。トイメン、カミチャリーチに振りたくないチーソーでもいいし。E ピン来て手配か組み立てる意味ない、こんなもん。うん、絶対事故だけ避けたいっていう局面だから、まあ、下茶の安牌蓄えて、まあ、もちろんチーソーも切らないし、E ピンも切らないけど、俺は。もうとにかく全件無筋の数層とか、ウーピンとか切るけど、まあ、それが下茶に泣かれたくないって言うんだとしても、結局その後自分絞れるし、まあ、やっぱ下茶が面前でがっつり、なっちゃうよりは、まあ、泣いてくれたら。まあ、それはドラモチュンチャンパイだからね。単葉ドラさんとかなったら嫌だけど、まあ、泣いたら面前崩れるってことだから、まあ、それでいいかなって感じで、3万6千手差あるしね。だから、こっから下茶に泣かれない範囲で E ピンとか、それこそこの後でチーソーとか切っちゃうと、もうなんか、絶対振りたくない割に、振る可能性出ちゃうんで、もうちょっともう、E ピンとかもう切らずに、もう、数層とかで。はい。A ピン切った。ここでは数層。ここで数層か。じゃあその意識があったわけではないんか。下茶に泣かれて K 点でも取らせないみたいな方針ではなかったんだな。何の意味があるのこれ。E ピンの後に数層切る意味なんもないやろこれ。ね、数層もずっと切らないってなら一応意味はわかるけどね。もうそれこそ E 層 E 層とか地層とか切るならさ。まあ、もう親に K 点で連チャンもさせない。打敗なんだって。まあ、やや不安定だけどね。リーチ入った時に手詰まったらもう本当に最悪だから、良くないと思うけど、一応意味は分かったけど、ここから E ピン数層って立て続けに切んならここで数層でいいやん。E ピン安全度高いし、まあ一応受けとしてはあるしな。まあ上がる気はないんだろうけど、まあ、手配組み立ててるんだとしてもまあ、K 点とかになるかもしれんし、別に数層でいいと思います。特に馬強変わってないもんね。ただ下茶が C 層積もぎただけで次数層になるっていう理由が特にないんで、E ピン切るなら先数層で。はい。で、まあ、ここで気づいたんかな。まあ、もう無理だなって。はい。ただ、いいじゃんってなったな。まあ、そりゃ、チュン切った場合だったらね、まあ、ウーマン引いたら役割転配取れる。ダマで役割転配取れる。チュン以外の牌切るとね、どんないい街でも役ないんで、とはいえだよな。やっぱチューン安牌として強いし、ウーマンから引かないとどっちみちピンフつかないんで、まあだからまあ、言いそうで、言いそうで、6級そう4枚目、うん、まあ言いそうにしたいです、俺は。はい。言いそうで。あ、チューンなんだ。もう3列目入るから順目は少ない。もし、下茶リーチ来ても、下茶リーチ来ても、チーソーチューン。まあ、筋の3品。で、まあ、パーソーもまあ、大丈夫そうではある。って感じだね。はい、まあ、まあ、3列目入ったから、これはまあ、
悪くはないんじゃないの、知らんけど。まあただ全員のリーチに必ずしも対抗できるわけじゃないからね、対応できるわけじゃないからね、二件リーチとか入ったら手詰まる可能性あるんで、まあ一応俺は言いそうにしたい。ウーマン引いた時だけ役割にテンパイ取れる。ウーマン引いた時はもう別にリーチ打ったっていいしね。うん。でまあウーマン引いた後に6球走が出て上がれた時だけめっちゃ嬉しい、チュン切りってなるんだけど、うん。まあそもそもその確率がすごい低いと思うし、まあウーマン引いたらリーチするっていうのもありだから、まあ一応ちょっと俺はもう言いそうにしよう。はい、でリーチ入った。はい、ローマ合わせていく。もうこれもだからどうなんこれ。もう知らんけどね。これこそなんか親に連チャン率上げちゃいそうだけどね。ローマンチーとかなんか普通にありそうだしな。もうわからん。なんとも言えんね。一応、スーピン、下茶とトイメンの共通安排、スーピンチューン。で、初か。スーピンチューン初。どうなんだろうね。うん。てか、そもそも初チューン切れば、まあ一応、あるよな。まあ、ここでも別に一応ね、ウーマン引いたら、6球走でダマで上がれるっていうイーシャンテンではあるけどね。まあ、ここでは完全にローマン切って抜くのか。ローマンがいかにもなんか下茶にチーされてみたいになりそうだけど、まあ別にそれが嬉しいか嬉しくないかってまたそれ微妙な話だけどね。まあまあまあ。だからまあやっぱ下茶に絶対泣かれたりしたくない、テンパイ取られたくないっていう意識はそもそもなかったんかな、やっぱ。なんかこの E ピンがね、やっぱね、なんか下茶に絞ってんのかなみたいな E ピンだったから、まっすぐ行ったら数走だから。でもちょっとそういう感じはなかったんかな、別に。絶対下茶に泣かせて経験取らせないとかではなかったのか。はい、ローは泣かれなかった。はい。テンパイ取られた。はい。はい、次。親が連チャンで、ドライソー。はい、初キル。あ、リアンソーからなんかおもろいね、この人ね。別にいいか。ドライソーだけど、薬杯重視ね。孤立の2来てく。うん、いや、いいか。うん、いいと思う。初重なった。うん、ナイス。はい、ウーマン、切る。うん、いいね。はい、イーソー切る。うん、ドラも切っていって。はい。あ、チーマン切る。はいはい。そうっすね。はい。ウーピン切った。うん、いいと思います。もうこれは、コンパクトで。チャンタがあるからとか言うわけじゃないけど、もう、コンパクトでいいわ。エリチャ入った。はい、親連チャンした。まあ、連チャンされてもまだ親は遠いしね。パーマン。これも結構ヒントっぽいよな。誰なんだろうね。やっぱちょっと女流って感じのイメージあるな、これな。こっからもうパーマン9万か。なんかね、その、いや、男性プロでも独自の麻雀ってあるじゃん。なんかその世界観がね、なんかね、伝わってこないってとこでちょっと申し訳ないけど女流っぽいなって思うわ。なんか男性プロだと、鬱陶しい打敗しても、ああ、なんかそういうことね、みたいな。はいはいはい、わかったわかった、うまいうまいっていう感じになるんだけど、なんか全部通してね、この人なんかいまいちなんか何がやりたいのってな、イメージになるから、やっぱ女流っぽいってなっちゃう。ちょっと通してみると、はい。123は見ない。123はまあ確かに別にいいっちゃいいかな。はい。ウーマンをなんで残してんだろうな。ウーマンそんないるかこれ。パーソよりウーマン必要とは思えんな。安全度的にも、受け入れ的にもね。パーソは小さでメンツできるもんね。なんだろうね。ウーマン切ればいいんちゃうの。なんかよくわかんないな。やめてきたし。そういうことか。ローマン引くからか。カーピンか。まあ、やっぱ5万点付近あるからな、やっぱな、多分ね、多分だけど、普段からもちょっと、
個性的な麻雀打つ人がさらに5万点持っちゃってるから、なんかそれで変、なんか、って感じなのかな、多分。はい。まあいいや。これはまあちょっとまあまあやる気ないでもいいわ。ね。はい。ラスマイ、シャーチャー、ドラガー、スーソー。まあじゃあ、カルも多分普通に行かないもんな。泣いたりもしないだろうし。あ、チューンあんこってた。チューンあんこったら泣くわ。おい。行くね。ドラの裾から。こういうのはまあ、下茶システムでもいいしね。まあ、それはドラポン。だから、これもやっぱり親にポンされたりしたら最悪だから、みたいなね、人もいるけどね。ただ、この裾は切ってくな。いや、誰なんだろう、これ。伊達さんとか？なんかちょっと強気なオーラ出てんな、これな。いや、まあもちろん男性プロの可能性もあるんだけど、いや、なんかね、やっぱちょっと強気なオーラあんな、これ。伊達さんとかがなんかぽいかな、違うかな。なかなかね、要はこんだけトップ目だから、ちょ待って、トイメントは ?3 万7 0 0差か。まあ3万7 0 0差って言ってもね、まあもちろんトイメント3層切ってるから数層数層少ないかなとか、まあ、そういう勝手読みはあるのかもしれないけど、やっぱりでも、ドラ切るってことは、ポンされたら嫌だし。まあ一応今だったらまあターツ不足してるんだよね。普通に両面作るって意味でもね。まあアンパイはチューン3枚とかあるし、ピンズの高めとかあるしね。まあシャーキいる人が多分ほとんどだと思うけど、やっぱシャーキ出ずに数層から切るんだもんな。意思があるな。だから例えばだけどさ、中田かなさんとかやると絶対切らんよ。別にそれはいい意味でもね。うん。別にわざわざ先これを切るかって言われたらそういう、だからもうなんて言うんだろうな、オーソドックス、オーソドックスというか、なんかそれは切らないじゃん。ああけどまあこの数層切るってことは意思があるし、おもろいな。いやマジで誰なんだろうな。普通になんか興味出てきたわ。なんか普段あんま別に誰でもいいやとか俺言ってるけどさ、こんな麻雀どうでもいいやって言うけど、なんかこれ興味出てきた。誰なんだろうこれ。はい、まあ、これはシャーキルかな。うん。ああ、チーソーパーね。はい、9ピン切る。これはいいかな。ちゃんと泣いてね。はい。まあ、特にこれはもうなんもないし。はい、テンパった。リーチ入った。うん、おもろいね。はい。当然親には絶対振りたくないけど。まあ、ベタルするだけか。数層つも、数ピンつも。まあ、基本的には、カンチャンしか当たんないような。だけど、まあ、リャンピン切りとかも早いしね。なんか、あんまり関数ピン出てくるイメージないけど、まあまあまあ。まあ、絶対ないっていうことはないんで、マージャンね。降りるのかな。まあ、これも結構人によりそうだけど。まあね、357のリャンカンだったら、そもそもリャンピン切りがおかしいでしょってことで。ね、スーピン切るよみたいなね。うん。そういう人もおるかもしれんけど。ね、スーピン切ったらおもろいなぁ。で、おい！いや、これ違うか、これ。これ誰や、これ。いや、これ勝松さん、園田さんか、これ。結局。いや、多分だけど、これ女流あんま切らんくねえか、これ。やっぱ一発で親にぶち込んだらな。いや、マジで一発あるもんな、こんなもんな。トイメント何点差 ?31,700 でしょ。一発でぶち込んだらマジで、ね。おもろいな。降りようと思ったら、リャンマン、イーマン。チュンチュンチュンで降り切れる。まあ、降り切れるのはほぼ確定から、まあ、スーピンね。で、現物でもないもんね、ウーピンがね。トイメンの捨て牌にウーピンあったらね。かわしに行きたいってあるけど、そういうわけでもないもんな。おもろいな、これ。誰や、これ、マジで。勝松さん、園田さんが。うん。まあ、もちろんね、だから、もう一回言うけど、357のリャンカンだったら、リャンピン切らないあるんだけど、まあ、リャンピン来た段階では、ね、3ピンなんかなくてね、ウーピンがあって、みたいなとこだったら、別にそうなってることはあるんでね。
うん。ヤンピン来た段階で2、3、5、7ってそんなことはないけど。ヤンピン来た段階では3がなくて、5、7のカンチャンで、それが3ピン引いて、ギャンカになったとかね、まあ、そういうことも一応あるんで。はい。はい。ただ、これは数ピンを切っていくと。刺さるんかい！刺さってが！おーい！メンピンドラだ、刺さっていく。裏は？裏パーマ。メンピンドラさん。はい、刺さっていく。この、どうなんすかね。いや、ごめん、やっぱりちょっと二階堂姉妹さんかな。いや、ちょっと勝松さん、園田さん、どうなんだろうな。ちょっと脱落しよう。やっぱ二階堂姉妹さんということで、にしよう。ちょっと。歌んちゃうかな、どうなんだろうね。わからないけど。スーピンチ9番で、9番で普通にぶち込んでいこう。山ぶち込んでいく。ぶち込んでいく。よっしゃ。トイメンとの点差が6000点になっちゃった。はい。はい、まあ、9ピン、9番来てく。下茶。白チン仕掛けた本一か。アシストでもいいんちゃうこれ。まあ、アシストだとまあ、迫られるか。でも自分どうせいかんやろ、これ。まあ、アシストでもこれ。嘘3層とかも来ても。嘘やらんわな。え、M リーガーでそんなことやる人おらんね。え、組み立てるか。まあ、この順、そうだね。下茶にマンツモとかされたら嫌だけど、それ言ったらトイメンに連チャンされても嫌で、自分が想像絞る方針だと、まあ、下茶の上がり率下がって、トイメンとかの上がり率上がるから、ってなるとまあ、トイメンには普通にまくられちゃうしね。まあ、ちょっとこれはまあもう人によるし、手配も結構いいから、普通に組み立てるでもいいんだけど、もうちょっと俺も抜くわ、もうこれ。嘘酸素切るわ。で、下茶にもう一回泣かして降りるみたいな感じ？うん、もう下茶にマンツモされてもいいわ、これ。トップでオーラスなら。うん。ソーズドライロじゃないしな。まあ、一応俺はそうするもん。嘘酸素切る。はい。もうハイパイ組み立てない。で、その打ち方するってことは、要はトイメンとかカミちゃんのリーチに対してもアンパイ貯めれるからね。もう完全にもうハイパイ降りにする。はい。ちょっとあんまりこれね、どうせ行かないんちゃうか、これ。普通に組み立てても。多分この人のな、麻雀見てると、なおさら多分どうせ行かないんだと、これ。もう本当にここの麻雀見てると、多分この人も、よっぽどいいツモだったら行くんだけど、多分変なもん切らないから。想像もなんかね、一枚はなんか切らなきゃいけないし、ってなるとね、多分この人も、テンパイもなんないよ、これ。これはとりあえず何切る？リアンソ切る？何切る？だこういう想像引っ張っちゃうとな、だから、これも潔くリアンソーとか切るといいんだけどね。なん引っ張っちゃうと結局下茶がなんか手出し入った時にリアンソーとかももう切れなくなっちゃうから、どうなんかね。なんかこの人のマージャン見てるとこの手順だとなんか上がりがマジでなさそう。どうせ下茶がなんか自敗とか出た瞬間にもう切らないし。急走は切れ。ナイス。パーピン。リアンソーで。まあ、こう切ってくならいいんちゃう。三層。もうしゃあないな。はい。まあ、一応イシャンテンか。イシャンテンでもグケグケのイシャンテンでしょ。どうすんだろうね。この人は多分ローマ切るんちゃう？トイメン神社の現物持って。アンパイ一枚持つみたいになったら、まあ、いや、わかんないな。なんか、この人はローマ切るイメージがある。ここまで見てると。はい。何切るでしょうか。うん。シャンテン取らずか。わかんない。いいのか悪いのかも。三層切るってことは、まあ、嘘出てる可能性も高いしね。まあ、ただ、俺がそもそもアシストでもいいって言っちゃってるから、別に、いいんだけど。でもなんか、こっから、何っていう感じだよね。だ俺みたいにこの、何十目だっけ ?20 目 ?30 目だっけ忘れたけども、そこら辺から嘘とか、嘘リアンソー三層とか切っていくなら、まあ、それは、いいんだけど、こっから三層切られるとなんか、なんかやっぱり曲としてのその、だから、何ってなるけど、まあまあまあ、打敗としては別に俺はいいと思う。どっちみちグケグケのイシャンテンでリーチもしたくないから、俺も下茶にアシストして上がってほしいみたいなイメージで打ってるから、ただ下茶泣いてくんないな。まあちょっとこれでもう降りかな。はい。リーチ入った。親のつもぎリーチ？怖すぎやろ、こんなもん。最低ダマ77からリーチしたみたいな感じ？
この三重な、ちょっとこれマジでなんか、見るか。ここでテンパイか。ここでテンパイが、まあそれはわからんけど、まあここでテンパイだとして、で、その後で何が起こった？ E ピン、手出し、E ソーつもぎり、パーワンつもぎり、ウーマンつもぎり、ヒューマンつもぎり、ローマン手出し、ナン、手出し。下茶が一応自敗手出しやったから、もっとダマにしたいって感じにはなるよね、普通はね。トイメンね。そこまで重要な牌切れてないもんな。ローピン。で、ここで1か。あー、下茶す、多分これさ、あれちゃう？ 6 級相玉ちゃう？ 6 級相玉から6級相リーチしたんかな？はい、開けますわ、もう。あ、サブロッソーか。まあ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 、まあまあまあ。わかりました。サブロッソーだとね、ウーソー早いからね。3層狙ってリーチいいんちゃうの？ドラが？あ、ドラさんか。うん。ダマ77とか言ったけど、ダマ1万2000ありましたね。ダマ1万2000でサブロッソーはね、6級相じゃなくてね。はいはい。まあ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 。まあそんなとこかなと思ったけど。まあちょっと俺は6級相かなと思ったけど、サブロッソーか。3層が3枚切れだからって感じか。はい、わかりました。はい。はい、まあ。これは嬉しいね。最高に嬉しい。この横移動は。はい。で、オーラスか。で、2着が振って、2着と9戦差。現状直でまくられるのは神茶、トイメンだけか。トイメンの9戦点差は、なんか、積まれたりしたらまくられる。はい。ただ、これ手配いいな。はい。トイメンのマンツボでまくられちゃうし、普通に行きましょう。はい。急走したら来てく。最後の最後なんか、つまらん手入ったなぁ、女も。まあ、つまらんくないか。チートイシャンテになったから、泣かないのもあるか。チュン出て泣くか泣かないか見たいね、これね。ポン！いや。M リーグだと、チュンとかも出づらい。で、まあ、万が一にも事故りたくないから、まあ、ごめんごめん。鉄ポンじゃないわ。うん。全然スルーでいいわ。はい、この人もスルースルー。はい、ロッソー3万切ってく。うん、スーピアンコッター。3万の方俺は切るけど、ローピンから、はい。まあまあまあ。まあ一応親に対して安全な方ちょっと持ってきたいかな。まあ、こいつ、この3万から横についてもちょっといらんしね、これね。どっちみちそいつなんで、やっぱ、親に振るも嫌なんで、うん。まあ一応俺3万にしたいかな。はい。まあ、トイメの筋で残したんかな。はい。パーピンか。まあ、3万切りたいかな。うん、まあまあまあ。まあ、トイメが6678からチーピンチーだったら、ウッパーピン受けできる可能性あるけど。まあ、まあまあまあ、まあ、3万も筋だけど、はい。旬出た。ポンしてリャンピンはノーチャンスで、カミちゃんに対して何杯もスーピンスーピンスーピン。で、まあ、ペーも大丈夫として、スーピンスーピンスーピン、ペーペーで、パーマも筋だもんね。ちょっと待って。神茶との点数差は？神茶と 29,300 か。まあ、それは絶対振りたくないわな。そうだな。まあ、この人はスルーすると思います。スルーでもいいと思います。いいと思う。スルーでいいと思う。スルーでいい。はい。いいと思う。はい。ツーピン、はい。チートイツはいいシャンテンになってる。ここでも終わりか。はい。あいつもらえる。なんか31,800点しかなくなったよ、これ。何点積もらえた今。6000オールとか？ちょっと待って、神茶との点数差が5300。トイメンと9000差、神茶と5300。やばいやばいやばい。5万5000点あったけど。31,000点になってる。はい、いいピン。ナイスさ！
ナイスドラ。ドラ先切りいるね。あの、スーソンドラの時とかね。それはいいな。この人な。ナイスドラ。9万チュン来てく。うん、ポンしない。チュン切る。もうチュンで、これもう普通に。もうパンパンでええわ、これ。まあ、神茶がちょっと本質っぽい皮だけども知らんな。チュン来てくれ、もう。パーソーはやっぱりパーソーチーソーで普通に嬉しいんでね。チュンはもうポンされて受けないから、もう。やっぱアンパ1枚の意識強いな、この人な。はい、チュン切る。3万切る。うん。スーピン切る。はい、いいかな。まあ、上がれそうだね。はい、上がって割りとく。割りと。はい。はい、1万に変わって。はい。はい、危なかったけどね。はい。はい、終わった。いやー、これなんだ、わかんないなー。まあ、じゃあ一応、だから、二階堂姉妹さん。あさみさん。伊達さん。ちょっと広くいくわ。ちょっと名前言わないようにお願いします。二階堂姉妹さん、伊達さん、あさみさん。いや、ちょっと広くいくか。いや、でも勝松さんと、いや、やっぱ、じゃあでも、男はなんか、ちょ待って。まずじゃもうちょっとめんどくさいな。まあ、女流、ファイナルアンサー。女流で。ファイナルアンサー。はい。どうですか？正解かどうか。あ、コメント流れた。あ、ごめん、流せよ。ごめん。大丈夫。今、目塞いだ。はい。誰か撃っちゃった。間違えて。うん。まあいい。しゃあない、しゃあない。はい。どうですか？女流当たり？当てていく！さあ。はい、次。女流の中ね。ちょっと女流リスト見るわ。女流リスト見る。女流リストどこのメモ帳に入れた俺。メモ帳忘れちゃった。あれ。こっちじゃないか、こっちか。あ、だだだ。女流は日向さん、シュリシャさん、高宮さん、高宮さんいたな。高宮さんいたな。忘れてた。あさみさん、水原さん、岡ピースさん、以上か。で、二階堂さんか。あ、やば。また邪念入っちゃった。そうだね。そういえばあれじゃん。アベマズと、ちょ、ごめんごめん。気づいちゃったからもう言うわ。演技しててもだるいから。アベマズと、ファイトクラブは、もう条件がないんだよね。ちょっとまあ外しますね。日向さん、修理者さん、高宮さんはもうない。だもんね。条件制になっちゃってるから見たくないって俺言ったもんね。はい、じゃあもう当たってるよ、初めから。あさみさん。二階堂姉妹さん。で、あと、岡田さんと水原さんがあるかって話ね。いや、まあ元から岡田さん、水原さん入れてないから、じゃあ、二階堂姉妹さん、あさみさん、三択やん。はい、三択で。ファイナルアンサー。あ、うん。あさみさん、二階堂姉妹さん。三択。ファイナルアンサー。はい。あ、丸？うん。じゃあもう、初めからじゃあもう、当ててるやん、俺。初めに言ったよね、多分。二階堂姉妹さんか、あさみさんかって俺もう言ってるもんね。結構早い段階で。もう、またじゃあもう当たってるやん。やっぱセミファイナルになってもう簡単だったな、めちゃくちゃな。三択ね。わかった。まあ、ちょっと、あさみさんは、ちょっと俺わかんないから、麻雀が。じゃあ、二階堂姉妹さんで。はい。どっちかで。はい。二階堂姉妹さん。二択。当たり？あ、正解？うん。もう、当たっちゃうのもなんか最近。前まで全然当たらなかったけどね。やっぱね、三チームいなくなっただけでめちゃくちゃ絞れるな、これな。とんでもない人が減ってるもんな、やっぱな。とんでもない人が減ってるから、二択か、ちょっと待って、二択だけじゃ真剣にやるわ。いや、ごめん、ちょっとやっぱね、これもね、リスナー読みがあるんだよな。やっぱね、二択でね、今ね、だからね、じゃあお金かかってると思って当てるわって言おうとしたんだけど、お金かかってると思って当てようとすると、やっぱり他のまで真剣に考えちゃうから、リスナーがパパって言ったもんね。
今日だからトンチャン見る、トンチャン見るってさ、立て続けにコメントでトントン、なん、トントントンみたいに来たじゃん。って言ったらルビさんになっちゃうんだよな。意見が全く割れてないもん。まあでもわからんか、まあでも、いやでもやっぱルビさん、なんかルビさん人気の配信になっちゃったね。セミファイナルになってね。今まではだから大悟さん、中田香菜さん、鈴木大輔さん、大悟さんみたいな、猿川さんみたいなの、ね、本田さんとか、ライデンの人、あとは見てたけど、瀬戸熊さん、萩原さん、黒沢さんばっかり見てたけど、やっぱそのチームが敗退しちゃってるから、一気にルミさんばっか見てるもんな、俺な。ちょっと待って、今コメント見てないけど、まあそうなってやっぱルミさんなんだよな。いや、この当て方もつまらん、もうルミさんで、はい。やっぱ独自な打敗も多かった。いや、ちょっと待って待って。やっぱそうな、アキさんよりドラの先切りな、どっちなんだろう。ちょっと、ドラ早く切ったとか、やっぱり3層切りとかな。1、2、3、3、5の3層切り。やっぱルミさんちゃうの、俺、またルミさんかよ、これ。はい、ルミさん、ファイナルアンサー。ルミさんで。はい。ルミさん。ルミさん。丸？うん、マジか。いやもうルミさん専用チャンネルやん、これもう。ルミさん推しにするか、これもう。まあ、俺また、だからもうライデンはもうあれだから、ライデンのユニフォーム、売り払ってメルカリで。あ、誰か交換してくれ。ライデンに似たユニフォームと、赤い、不倫火山のユニフォーム。うん。メルカリで売るしかねえな、あれ。本田さんももうおらんし。うん。ルミヤキそんな似てるかって思うんだけど、カム的にどうなの？あ、似てないんだ。いや、言うほどね、アキさんを多分俺あんま見てないからちゃうかな。やっぱとんでもない出会いがあるって意味で、なんか似てると思っちゃってる。兄弟だから似てんちゃう、やっぱり。うん、一緒にいるでしょ、今でも。一緒にいっぱいいるから、出会いも似るんちゃうの？一緒にチャンネルやってるし。シュツ、ライデン、モトム、ルミさん。そう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 。アキはあの9万切らん。あー、そうか。あの9万ね。あー、確かに。アキさんのが守備型か。ルミさんは、割と押すのか。あー、確かに。あ、スーピンすら切らん。あー。顔はどっちが好きですか？んー、まあ、一応だから、大学生の時とかはアキさんって言ってたけど、最近はルミさんって言ってます。アキさんとりあえず硬い気がする。ルミさんは、うん、はいはい、はい。あ、似てないと思う。ダメだね。そういうことか。わかった。まあ、じゃあちょっと今日も当たりましたということで。ああ、いいかな。はい。動画ちょっと58分になってるんで、一旦やめますか。はい。じゃあお疲れ様です。今日もじゃあ、ルミさんでしたね。てか、やっぱさ、これさ、俺さ、みんなが選ぶと、偏っちゃうから、一旦、ちょっとまたルーレット気味にやるか。ランダムで選んで、アベマツとか、ファイトクラブが選ばれたら、変えるとかにするか。それでもいいかも。やっぱ、ルミさんが、やっぱ、面白い出会いが多いから、みんな選ぶんだよな。とにかく、ルミさんがいたら、ルミさん選んでちゃう。ってか、お前ら。もしかして。その可能性ある、最近。ルミさん出たら、ルミさん絶対見てる気がする。もう、ルミさん専用チャンネルや。うん。ちょっとね、本田さんの枠もね、空いたんで、ルミさん来ていいっすよ。コメントしてください。はい。ルミさんだったらね、いろんな期待値あるからね。うん。麻雀だけじゃなくてね。本田さんだとね、ちょっとね、体の期待値ないけどね。うん。いろんな狙えるからね。うん、ルミさんお願いします。なんていうか、ルミさんって独身？ルミさん独身なのかな？うん。なんか、結婚してるイメージないね。なんか、ルミさんって一人、え？ルミさん、独身なのかな？うん。え、一戦目とか条件戦絡んでて面白くなさそうだけどやるんですか？いや、二戦目でもいいよ。俺他の人誰も見てない今日は。目入ってないわ。あ、二回離婚してるんだ。あ、そうなんだ。全然大丈夫俺。全然、罰なんとか関係ない、そんなもん。うん。むしろ罰あった人の方がね、寛容だからね。男のさ、同棲してさ、ね、男の嫌な部分とか見てるし。うん。その方がいい。うん。罰あった方がいい。うん。本田さん、ここまでいじられたら雑談するに込めしそう。本田さん、炙り出していく、また。そうだね、この前もね、俺が、お亡くなりになりましたって言ったら、出てきたからね。え、カモさん、浅見さんの4回目の検討で、
あさみさんは2回目なので何も印象ないので普通に見ていきますと言っていました。この間、あさみさんの9回目の検討であさみさんは何の印象もないまです。何回切れてんのに覚えてる。9回は俺、あさみさん9回見てんの。はいやいや、9回はないと思うけど、マジか。2戦目のペーチャーでもいいかも。ちょっと誰か言わないでね。てか、セミファイナルにふざけた男性プランあんまいない。まあ。そうかもしれない。はい。じゃあ、まあ一旦終わります。はい。じゃあ、ルミさんね。よろしくお願いします。ルミさん応援チャンネルに、してもいいんで。はい。ルミさんが来たら、ね。うん。はい。では、お疲れ様です。はい。まあ、ルミさんと分かりました。分かりました。今日も。今日もルミさんと分かりました。だいたいルミさんの時は外さないです。分かりました。まあでもこれもね、いいことだよね。ルミさん。素晴らしいよ。うん。麻雀見て誰って分かるんだもん。いいことじゃん。誰か分からんって言うより。ルミさんにはルミさんの麻雀がある。うん。僕は好きだよ。うん。無理くり締めていく。うっす。締めていく。